クーサージャパン西村です。セスナ機の撮影を今後本格的に始めます。最近撮った宇部市内の撮影を見てくださいませ。で、私が今回セスナの撮影をした時に、地元なので知り合いとかいろんなところに、2万円から5万円で撮りませんかっていう話をかけたら、ほとんどの方がついでで撮ってくれっていう話になりまして、意外とこういう形の、撮影もあった時にお客さんが喜ぶんだなってことが分かりまして、今後、日本中全国、多分私こういう撮影のやり方を2万円で撮影ができるのか、セスナで航空写真が2万円でできるっていう形を、概念を作っていきたいと思います。今後、セスナの撮影がもっともっと安価でできるということを知ってもらいたくて、今回ビデオを撮らせてもらいました。で、垂直撮影もできます。で、垂直も私今回初めてだったんですけど、ある程度できることが分かりました。モーターパラでは川を、その上空をゆっくりと撮影はできるんですが、垂直は。で、セスナの場合は、もう150キロで、川の上をきれいに飛ぶことはできないので、まっすぐを飛びながら、何往復をするっていう形をとっていきます。で、今後、セスナ、またはヘリコプター。ヘリコプターはもう、なぎそで撮影やってます。通常の料金であれば、セスナプラス10万円。で、ヘリコプターはプラス20万円ぐらいに撮ってください。で、ついで撮影で この辺を撮ってくれ。まあ、その近くの方が、まあ5キロ、10キロ以内の方がおられたら、2万円から5万円で撮影するという形を全国的に動いていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。